どうも、サラです。今現在もですね、無職転生第21話、ターニングポイント2の話題がもうすごい盛り上がってまして、日曜日に放送だったじゃないですか。で、今水曜日でしょ。まあ、3日ぐらい経ったのにまだ盛り上がってて、いや、ほんとすごい回だったなと思っているわけです。で、私の周りはね、アニメ勢の方が多いんですけれども、その七星はあいつなんじゃないかとか、ウォルス・デッドってこういうやつなんじゃないかとか、あとね、こういうシーンがあったから、この時はこういうことがあったんじゃないかとか、あとルディがね、警察に話しかけてましたけど、オルステートに、いやでも、こういう描写があるから、こういうね、気持ちで話しかけたんじゃないかとか、すごい、考察されております。で、21話だけではなくて、1話と2話のこのシーンがあったから、こういうセリフがあったから、こうなんじゃないかとか、第5話かな？第5話に、治癒魔術はね、詠唱しないとできないみたいなことをルディが言ってたっていうね、ところとかも、やっぱそう遡って見返した方がね、発見してたりとかして、まあ、どんどん繋がっていくわけですね。そう、どんどん繋がっていく伏線をね、張ってたとか、そういったところの面白さ、無職転生第21話見て改めて、感じている次第です。で、私も、まあ、無職転生感想動画ね、ちょこちょこ出させていただいてますけども、そこにつくのがですね、原作もっと面白いですよ、みたいな。原作ぜひ読んでください、みたいなね、コメントをたまに、いただくわけで、それは非常にありがたくて、原作もこうはこうだからね、こうなので面白いよっていうことを伝えてくださるので、全然ありがたいコメントなんですけども、本当申し訳ないんですが、私は、一生原作は読みません。私はそう決めております。はい、それは無職転生だけじゃないです。もうすべての作品、どんな作品であろうが、私は原作は読まないと、決めております。で、原作勢のね、楽しみ方もね、あると思っていて、私が思うのは2点ね。で、1点目がやっぱ、好きな作品が、こう、アニメーションとしてね、動くとき、どうなるのかっていう、そういう楽しみがありますよね。シーンってこうなるのかとか、ね、文字だけじゃないですか。まあ、漫画の場合は、まあ、一応、絵ともありますけど、動かないじゃない、静止画じゃないですかね。で、ものがこう、動くって、アニメーションになるっていうところの、ワクワク感っていうのはあると思います。で、二つ目は、やっぱその原作通りにはいかないじゃないですか、アニメって。アニオリって絶対挟まると思うんですけど、そのアニオリがどうなるのかっていう楽しみ。まあそれはね、賛否両論あると思いますよ。クソみたいなね、アニオリにされたらそれは切れると思いますし、まあでもいいアニオリだってあるじゃないですか。例えば、無職転生第18話のロキシーが、実家に帰るシーン。あそこ私ね、非常に良かったと、アニメ勢として素晴らしい、回だったって言いましたけど、あれってアニオリなんですよね。まあ、ロキシーが、実家に帰るっていうのはあるんですけども、ああいう展開じゃないらしいじゃないですかね。全く違うみたいな感じなので、まあそこの違いを楽しむとかね、いろいろと原作勢としてあると思うんですけど、私はそれでも絶対に原作は読まないと決めておりますね。ちなみに私、全く文字読まないんですよ。子供の頃から。私漫画に関してはコロコロコミックで止まってまして、これびっくりされるんですけど、ジャンプ、一回も読んだことないんですよ。あ、ちょっとこれは嘘になる。接骨院のね、待合室でちょっと読んだことあるけど、自分で購入して、なんか全部読むみたいな、そういうことはしたことございません。ジャンプもサンデーとかも、マガジンも、全部そう、読んだことない。全然読んだことない。で、ラノベなんて一冊も、もう一文字も読んだことない。小説もない。っていうぐらい、本当にそういうものに触れてこなかったっていうのもあります。で、もう、本当に3つだけ、3作品だけ私原作買ってるものがありまして、それがですね、まずこちら。いちご 100%。皆さん知ってます？いちご 100%。ね、もう白いからめっちゃ白飛びしてますけど、いちご 100% ジャンプでね、連載されていた、ラブコメなんですけど、これは、全巻購入しております。あとはね、学校暮らしですね。学校暮らしも私大好きで、全巻購入させていただいております。で、あとラスト。最後が、こちら。進撃の巨人ですね。はい。これも、まあ、全巻購入させていただいて、まあ、この三つ、三作品は原作読んでます。はい。読んでますけれども、なぜ私がもうじゃあ原作読まないかと、読まないことにしようと思ったかっていうと、進撃の巨人が原因なんですね。原因というか私の中で進撃の巨人があったからこそ、私は絶対原作読まないと決めたわけです。遡ること1年前ぐらいなんですけど、約1年前かな。進撃の巨人ザ・ファイナル、ファイナルシーズンが始まったじゃないですか。で、第3シーズンまでは私YouTube もやってませんでしたし、アニメやかの Twitter もなかったので、ただ一人で見れて、まあ、友達と、ね、感想共有してたんですよね。友達も、進撃の巨人原作読んでたんで、まあ、一緒に、ああいう、ああだったね、こうだったね、つって、話してたんですよ。で、ファイナルシーズンの頃に私アニメやかとか、まあ、YouTube も始めてて、こう感想語るみたいな、つぶやくみたいな立場になった時に、
思ったのが、あ、つぶやくことねえって思ったんですよ。うん、正直ね。あの、アニメ勢の方々ってすごい盛り上がってるじゃないですか。うわー、すごいことが起こったってさ。まあ、ファイナルシーズンは、マーレ大国の話なんで、まあ、エレン、あれ、エレンやったんかーいとか、うわ、こんなことになるんやとか、ああ、こういうシーンが残酷だとかね。あの、なんかいろいろとあるじゃないですか。で、無職転生と一緒で、あの、考察されてる方とかいて、これはこうだったから、こうなるんじゃないかとか、あれこうなんじゃないかとか、こう、めっちゃ盛り上がってた。あの、ツイッターがすっげえ盛り上がってて、アニメ勢の方はね。で、そんな中、私、原作勢じゃないですか。人力の口呼んでるから。あの、原作勢なんですけど、盛り上がれなかったの。一緒に。全然盛り上がれなくて、楽しくなかったのよ。本当に。いや、アニメは楽しかったよ。アニメは本当素晴らしいし、マッパに変わってね、まあ、全然面白かった。素晴らしいアニメーションで、素晴らしいアニメで、本当に面白かったんだけど、その、やっぱ私は、こう、アニメを見て、こう、みんなでワイワイやや言いながら、こう、感想を語るとか、感想を共有し合うみたいなところにも、やっぱアニメの楽しみを見出してるわけですよ。それできなかったの。で、進撃の巨人を 100% 楽しめなかったっていう感覚が私の中にあった。うん。だ、うん、それが悲しくて。で、それを見たときに、ああ、もう原作読まんとこって思った。うん、マジで。まあ、それまでは全然読んでなかったんだけど、あの、もう一生読まねえと。うん、原作知って、うん、原作知っちゃってアニメに挑むと、こんななんか虚無感を味わうのかっていうのを、体感したので、そっから本当に読まない。だから無職転生も、めっちゃ楽しいもん。もう21話見て、うわ、こうなんじゃない、ああなんじゃないつって、声優さんこうだったからこうだとか、ね、過去のこういうシーンがあってこうだ、みんなでうわうわやや言いながら、まあ、それが当たってるかどうかわかんない。うん。当たってるかどうかわかんないし、まあ、原作勢からね、見たら滑稽な姿に見えてる可能性もあるけど、それが楽しいのよ。で、当たってたら、当たってたら、ね、まあ、先で、いつかわかるじゃん。ね、その21話の謎、七星はなんだ、オールステッドかなんだとか、いつかわかるし、まあ、無職転生絶対2期あると思うから、まあ、わかるやん、いつか。で、わかった時に当たってたら、うわ、当たってた、やったーってなるし、外れてたら外れてて、うわ、こういうことやったんかって、またそういうスッキリするというかね、繋がって面白いのよ。そういう面白さが、わ、私は欲しい。うん。それを望んでたっていうのがあって。まず、原作勢がね、その、原作勢だとつまらないとかそういう話じゃないし、原作勢は原作勢ない楽しみもね、最初も言ったけど、あるし、まあ、他にもあると思うから、全然いいんだけど、私はなれなかった。原作勢にはなれないと思った。うん。なので、私一生読みません。今後も、その、心優しい視聴者の方が、原作ぜひ読んでみてくださいとか、おっしゃってくれるかと思いますけども、絶対読みません。はい。で、しかも私ね、進撃の巨人最終巻あるんですけど、これ開けてないんですよ。はい。読んでないの。買ったけど読んでないの。アニメで見たいから。アニメでどうなるか見たいから。だから、ファイナルシーズン以降に購入した単行本。進撃、開けてません。もうアニメで見ます。絶対最後までやるじゃん。アニメで。アニメで進撃の巨人は見届けるし、アニメ勢としてみんなでこう、わーわーやや言いながら、進撃の巨人は追いかけていきたいと思ってます。そして私、言いたいことがあるんです。言いたいこと。まあ、それはね、早さっさと学校暮らし2期やれやとか、思いますよ。私、原作勢になっちゃうけど、まあ、学校暮らしはええわと思って。早やれやと思ってます。あともう一個言いたい。いちご 100%。リメイクしてほしい。これすごいリメイクしてほしい。これ2005年か6年ぐらいにマトハウスさんがね、アニメ化してるんですけど、この今の時代にやってほしい。めっちゃやってほしい。個人的には、フィールさんに作ってほしいな。フィールさんに、いちご 100% 作ってほしいな。ほんと、私のリメイク。私が願うリメイク。うん。僕たちのリメイクもいいけど、私のリメイクを叶えてください。いちご 100% リメイク。ほんとフィールさん。やってほしい。で、もうメインキャラクターの声優さんもまだまだね、活躍されておりますし、真中をやってる鈴村さんだったり、東条の野戸さん、司ちゃんの豊口さんもそうだし、さつきの、小林さんもそうだし、ゆいの、水木奈々さんも全然ご活躍されておりますし、全然いけると思うんですよね。ね、絶対に盛り上がるんで、一応 100% リメイクしたら、ぜひフィールさん、フィールさんじゃなくてもいいよ別に。フィールさん、私はフィールさんがいいなと思ってるんだけど、ぜひ、いちご 100% のリメイクを、やってください。もう、それしたら、死んでもいい。うん。
死んでもいい。うん。いちご 100% がリメイクしたらもう死んでもいい。本当に、あの、マトハウスの良かったし、あの、マトハウスのね、いちご 100% を見てね、私、小学生時代を過ごしてきて、まあ、いろいろと学ばせていただきましたからね。うん、良かったんだけども、でも、フィールさんで見たいな。うん、フィールさんで見たいなって、もう、これ、かわいい。私ね、西野司ちゃん大好きでね、あの、本当に、うん、小学校の頃の未来の奥さんは、西野司ちゃんや、いうぐらいほんま好きやったんで、あの、お願いします。日曜 100%。フィールさん。お願いします。